忍者H2 はですね、2015年モデルとしてですね、4年前の2014年に発表したモデルです。もともとですね、忍者 H2R を開発しまして、これの行動を走行できるモデルとして開発をしてきました。ですので、忍者 H2 も H2R の持っているですね、300馬力のポテンシャルというのをですね、持ったモデルということになります。登場から4年経ったわけなんですけども、街中の扱いやすさというのにプラスして、クローズドコースで使った時の元気よさというのもですね、さらにプラスしたというのが今回19年モデルの特徴になります。設計の、H さんといろんな話をする中でですね、乗りやすくっていうよりもドキドキするというか、もっと乗りこなすにはどうしたらいいんやかっていうようなオートバイにしていきたいなっていうのが僕の中ではあります。ピークの回転数を上げてみるとか、出力を上げてみるとか、いろんな取り組みをやったところですね、結構中速ぐらいからですね、出力を上げていって盛り上げていった方が、しっかり味わえると、そちらに向けてですね、セッティングを詰めていきました。パワーを上げた上で、そのパワーをいかに使いこなせるかっていう FI のセッティングを詰めるのにすごい時間がかかったんですよ。あえて抑揚をつけると、途中から立ち上がるような、特にその回転が高いところですね、7000、8000から上1万回転とか回した時に、開けた瞬間にロケットみたいにこう飛び出すような、いつ開けてもこう初めてこう大きなオートバイに乗った時のような、ね、こう感動があるような、その家族感を味わってもらいたいなと思って、もともとポテンシャルとしては持っているところをどのように表現していくかっていうところで、表現方法を変えたというふうに考えてもらったらいいかなと。スティルマーのブレーキキャリパーなんですけども、忍者 H2 と H2R 両方に装備をしています。で、非常に軽量コンパクトなボディになっていますので、トータルのバランスとして扱いやすくなっているんじゃないかなというふうに思っています。軽量コンパクトに作られているキャリパーなんで、それをつけることで真似下の重量軽くなるということで、ハンドリングに対してこうレスポンスの良さとか効力自体も強くできますので、サーキット走行でのコントロール性っていうのがすごい上がってますね。ハンドリングのチューニングっていうのはですね、サスペンションと、タイヤ、今回 RS11 を採用してますけども、そちらのタイヤとの組み合わせで実現しています。初代のモデルからこだわって作ってる部分で、そこをさらに今回の19年モデルは進化させた方向に行ってますんで、手応えは分かりやすいままに、少し扱いやすくするというか、軽くするっていうとね、ちょっとイメージが違うんですけど、もっとダイレクトに伝わるような、そういうハンドリングにしてますね。それに一番影響しているのがタイヤと、あとはサスペンションのセッティングですね。で、今回のスムーズなハンドリングになってると思います。TFT のカラー液晶メーターを採用しています。これはですね、今までのメーターのパネルに比べてですね、表示面積が非常に大きくなっていて、文字もくっきりはっきり大きく見えるという特徴がありまして、ライディング中にですね、少し気になった情報っていうのはすぐに確認できるように進化しています。表示できる情報っていうのを自分の好みに合わすことができるので、ライディングのシチュエーションによって楽しみが増えるかなというふうに思います。今回新しい液晶、カラー液晶になってますんで、表示している文字とかですね、情報量がすごい多くて、もともとスポーティーなモデルなんですけど、さらにその中に高級感が出たかなというふうに思いますね。ライディオロジー Z アップというアプリをですね、スマートフォンにダウンロードしていただきますと、スマートフォンと忍者 H2 が連携できるという機能です。燃費であったりとか、走行距離であったりとか、このアプリにはライディングログを取る機能がありまして、その日のですね、ツーリングに行った1日のデータをスマートフォンの方で記録することができます。この日どんなところにツーリングにいたかなとか、
ここで見た景色はどんなんだったかなといったようなことをですね、まあ、あのスマートフォンを見ながらですね、ツーリングの思い出を振り返ることができるといったような機能が搭載されています。自分が走ってる距離が分かったりとか、走ってる経路が分かったりとかっていう情報をもらえますんで、まあ、使ってみるとなかなかいいもんやなっていうのはあるんで、今からこの19年モデルについてるものを活用してですね、いろいろ楽しんでもらえたらいいかなというふうに思います。忍者H2 はですね、ビルトビヨンドビリーフということで、今までのモーターサイクルの常識を超えたような新たなモーターサイクルの世界を皆さんに提供できたというふうに考えています。まだまだですね、川崎の下級モデルっていうのはいろんな方向性に向かってですね、進化していく予定ですので、そちらの方も楽しみに待っていただけたらと思います。ぜひともですね、全開してほしいですね。全開できるところで、走ってもらって楽しんでもらいたいなと思います。川崎のパワーを感じてほしいですよね。ぜひ楽しんでください。